2015年8月9日韓国のインターネット掲示板にこのほど日本の技術力はやっぱりすごいと題するスレッドが立ったスレッドを立てたユーザーはここ数年韓国製スマホの躍進のため日本の技術力を見下していたしかし今日何気なくネットを見ていたら日本は戦闘機やジェットエンジンレーダーも作れるという事実を知った イージス艦のレーダー技術はとても素晴らしく、米国もその技術を買っていくというと続づっている。この書き込みに、他のネットユーザーは以下のようなコメントを寄せている。日本の船を見たら驚いて腰を抜かすのでは韓国の技術は日本の足元にも及ばない。韓国のスマホの部品はどこから輸入しているか、一度調べてみて。 日本の技術を見下すなんて。他の部分ならまだしも技術力だけは見下してはいけない工学関連分野で日本は世界トップクラスだよ知れば知るほど日本の凄さを実感する日本の技術はアジアのレベルを超えている日本をバカにする国は世界で韓国だけ世界中の国がアジアの代表は日本と考えている 日本の技術が優れているというのは周知の事実。まあ、すぐに韓国が追い越すだろうけど。